皆さん、こんにちは。116ウィンズです。先週末ですかね、先週ですかね、シアトル・マリナーズが今季の正捕手を務めたオマー・ナルバエスをミルウォーキー・ブルワーズにトレードしたということで、ちょっとニュースになってたと思うんですけど、そちらについてちょっと話してみたいなと思います。で、ナルバエスはですね、昨年、マリナーズ89勝を挙げて、ただまたプレーオフは逃してというところで、ジェリー・ディポと GM が、ちょっともうチームの入れ替えを行うと。主力選手を一気にトレードして、3年後、2021年ぐらいに、またプレーオフ狙えるようなチームを作っていくという過程の中で、マイク・ズニーノが、2018年までは正捕手だったんですけど、ズニーノをトレードした関係で、ホワイトソックスから、先ほどのナルバエスを獲得し、今季正捕手を務めたということで、来たんですけど、で、ナルバエス自身、今季、キャッチャーとして、ほぼレギュラーとして、130試合以上出場して、で、打率も2割7分8厘、で、ホームランも22本打って、で、本当にもうキャリア範囲の1年を本当に送った選手なんですけれど、ここに来てのトレードということで、ちょっとマリナーズファンの中でも、ちょっとこう予想外のところであったんですけど、じゃあ、なんでマリナーズは今回、3年後、プレーオフ目指すチームで、その中で、ナルバエスを取ってきたのに、なんで1年で、しかも活躍したのにトレードしてしまったんだというところを、ちょっと3点ぐらいにまとめて、話せればなと思います。で、まず1点目がですね、ナルバエスの守備のまずさが、トレードの要因として挙げられるのかなと思います。で、これは、ナルバエスをホワイトソックスから獲得した時から言われてたことではあるんですけど、ナルバエスはちょっと守備があまり良くないと。で、特にフレーミングがかなり悪いと。で、今季130試合以上、スタメンで出たんですけど、その中でもフレーミングをメジャーリーグの中で見ていくと、もうキャッチャーの中ではもう下から数えた方が早いぐらいの、フレーミングのまずさっていうのが、ちょっと露呈されてしまったと。で、ナルバエスにとってちょっと不幸だったのは、開幕直後に、マリナーズ、トム・マーフィーっていうキャッチャーを、ウェーバーから獲得したんですけど、そのマーフィーが今年、大ブレイクしまして、で、打撃は本当、ナルバエスにと遜色ないぐらい、打ちまして、で、しかも、守備に関しては、もう、守備に関しても良くて、で、フレーミングの指標も非常に、本当に今、MLB の中でも上から数えられるぐらいの、選手だったというところで、ちょっとこう、マーフィーの活躍の方がどうしても、攻守の活躍の方がどうしても目立ってしまって、ちょっとナルバエス守備がなというところで、ちょっとトレードに出せるなら出したいというふうに、もしかしたらチーム側は思ったのかなというふうに思います。で、2点目が、ナルバエスの、これはトレードされた後に、報じられたことなんですけど、ナルバエスあまりこう試合への準備が良くなかったんじゃないかっていう話がちょっと報じられていました。で、これ報じたのはシアトルタイムズのライアン・ディビッシュ記者なんですけれど、どうもナルバエス、あまりこう試合前に、そのスカウティングレポートを、きっちり読み込んでいなかったんじゃないかっていう話がちょっと流れてきました。で、近年の野球界ですと本当にもうスカウティングだったり、データだったり本当にこう、そういう試合前の準備とか、非常に重要になってくるとは思うんですけど、ちょっとそういう環境の中でも、ちょっとナルバエス準備があまり良くなかったと。で、これもまたマーフィーの話になっちゃうんですけど、で、マーフィーがかなり試合準備をする選手だったらしくて、で、ディビッシュ記者に対して、何人かのピッチャーが、個人的に打ち明けたらしいんですけど、ナルバエスよりもマーフィーと組みたい。っていうことを言ってたピッチャーが何人かいるらしくてですね。で、それをおそらく、球団側もおそらく把握してたと。で、その結果、もしかしたら、マーフィーのそういった姿勢も含めて、マーフィーの方が今後、レギュラーとして使っていった方がいいんじゃないかって、もしかしたらチームは思ったのかなというふうに2点目思いました。で、3点目が、先月末に発表された、エヴァン・ホワイトとの長期契約がちょっと理由に挙げられるのかなと思います。で、エヴァン・ホワイトっていうのは、まだメジャーデビューをしていない、23歳の、ファーストの選手なんですけど、非常にファーストとして評価も高くてですね、で、トッププロスペクトの一人に数えられるような選手であるんですけど、
ただデビュー前にいきなり6年契約を結んだということで、ちょっと話題になったんですけど、そのホワイトが6年契約を結んだことで、来年おそらく開幕からレギュラーとして出場する可能性がかなり高いと。でそうなると、今季ファーストのレギュラーとしてプレーした選手、ダニエル・ボーゲルバックと、オースティン・ノーラ2人いるんですけど、この選手たちが、それぞれ別のポジションに行かざるを得ないと。でボーゲルバックはおそらく DH で、オースティン・ノーラの方に関しては、他にもキャッチャーですとか、セカンドですとか外野とか、彼はいろいろ守れる、ユーティリティタイプの選手なので、そういうところもあって、ノラは、スーパーユーティリティとして来年控えに回ってもらって、で当然キャッチャーもできるので、そうすると、ナルバエスも含めるとナルバエス、マーフィー、ノラでキャッチャーできる選手3人になっちゃうので、ちょっともしいいオファーがあれば、ナルバエス出したい、出せるような状況になったっていうところが、マリナーズフロントとしての、正直なところなのかなっていうのが3点目挙げられます。で、ただですね、今回ナルバエストレードにはなってしまったんですけど、ブルワーズとしては非常にこうナルバエスいい選手を取ったなというふうには個人的には思ってます。というのもですね、今年ブルワーズ、レギュラーを務めたヤズマニ・グランダルという選手が、FA で、ホワイトソックスに、つい先日契約したんですけど、グランダルは非常に打撃も守備も良くてですね、でそのような選手の、移籍ということで、キャッチャーの穴はかなりブルワーズ大きくなってしまったところであるんですけど、とりあえずその打撃に関して、グランダルの穴を埋められるような選手を探している中で、おそらく、ナルバエスを、見つけたのかなというふうに思っています。でブルワーズは、控えにマニー・ピーニャという、非常にこっちは守備がいいキャッチャーが控えているので、そこで、ナルバエスとピーニャ、攻撃のいいナルバエスと守備のいいピーニャ、結構いいコンビとして、2人、いい感じにこうプレイ、出場機会を分けながら、来季は出場していくのかなというふうに思ってます。で、ピーニャは特にフレーミングの評価が高いキャッチャーなんですけど、もともとそこまでフレーミングの評価が高くなかったらしくてですね、でそれを、ブルワーズが、育て上げたというところで、もしかしたらブルワーズは、ナルバエスをこうフレーミング、もしかしたら良くしていける自信がちょっとあるのかなっていうふうには考えられます。ただですね、今季本当にナルバエス、ホームランも22本打って、本当にキャッチャーとして1年間、素晴らしい打撃を見せてくれたので、来年からはブルワーズ、コンテンダーへの移籍にはなるんですけど、ぜひブルワーズを勝たせられるようなキャッチャーに、ナルバエスにはなってほしいなというふうに個人的には思ってます。ナルバエスのトレードについては以上になります。で今後もこういった動画を、ちょくちょく上げていければなと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。